助けてほしい。靴をチェンジしたいと思います。これでスコア良くなるでしょう。あら、中で指が広がりやすいです。6ホール経ちましたので、あ、そうですね、ここで靴をチェンジしたいと思います。お願いします。初 DNA なんで、はい、本当多分結構素直な、でもフィッティングの時に感じたのはもうとにかく深い、見た目よりもこう幅広、そうスッとして見えるんですけど、かなり意外と多分ここら辺が幅広で、はい、そうなんですよね。踏ん張った時にこう多分しっかり踏ん張れると思うんです、ね、はい、なんかこのポイントってまあまあ、はい、あの前回もやったんですけど、はい、なんかあったりするんですか、こうデザインのポイントとか。ソールが結構高い、はい、機能が高く作られていますので、うんうん、はい、なんかソールのこの辺の高さも全然違いますよね。この比べるとスパイクの、はい、なんですか、ここの高さ、そうです、意外とちょっとあるかもしれないです ね、はい、履いた感じはどうですか。履いた感じはすごい新品感がまだあるんで、あのでもやっぱりその包まれてる感は全然こっちよりありますね。あの足の甲まで、はい、甲全体って感じ。こっちは足の甲ちょっと全体ってゆとりあるなって思うんですけど、こっち柔らかい分多分そう感じるのかな。こっちはかなり甲までぴったりしてます、はい、いいですね。じゃあちょっと楽しみですね。次これでスコア良くなるでしょう。じゃないですか。いやー、ここだけ。わー、あと1、おっと、たった、止まりました。止まりましたね。200ヤードくらい。全然違います。もう歩いてる感じが。お、止まりました。ただ距離がすごい残ってしまった。行ってみようかね。行ってみよう。調子悪いけど行け。これなんかこの靴はつま先に体重がしっかり乗りやすいですね。こうつま先が、指が中ですごくこう広がる、幅が広い分。DNA の方がこの止めるというかボアのところが3つなんですね、はい、その分こうギュッと足を締めてくれるというかフィット感が増すのかなと思います。こっちは2つなんですね。コンフォートの方は、はい、2つですね。でもなんかこっちの幅がなんかのボアの幅は広い感じ、はい、あ、そうですね、広いんでこっちの方が狭いんです。よりフィット感が出るかなって思います。やっぱほんと中がね、動くから指がね、ちっちゃいからね、こうグッてやった時指が出てくるんですよ、うん、こう先が細くないんで、うん、結構中で指が広がりやすいです。こうやってだからたまに芝を掴むみたいなね表現すると言いますもんね。
か、ぴったり、ありがとうございます。あら、弱い。うん、ナイスだ。DNA はサイドのクッションが他の靴より優れてるらしく、ここがね、擦れる方はおすすめです。結構私はあんま擦れないんですけど、この内側とか外側擦れる方、悩んでる方も多いみたいなんで、そういう方はこの DNA がおすすめです。ありがとうございます。カラーの鍵、お手前でしたけど、まあまあ結構進んでくれました。うん、おいしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。